ちょっとこれどうすんだよ。なんか怖え雨の音もするしよ。行くか。今日から新しい仕事だ。え？町外れに住む老富豪の依頼で肖像画の制作を行う。だがこの仕事は町の画家たちの間ではちょっとした曰く付きだ。急に主人公変わった。美しい花々が咲き乱れる庭園の中を歩いていくと屋敷が見えてきた。身なりを整えてから玄関のベルを鳴らす。使用人に案内されながら歩く屋敷の中は薄暗く重苦しい。依頼主である老富豪は姿を見せなかった。自室にいるらしい。着いたのは最上階のようだ。部屋に入ると同時に足先が何かを蹴飛ばす。リンゴ？リンゴの転がっていく先、薄暗い部屋の中に少女がいた。噂に聞いていた青い花の髪飾り。だがそれよりも印象的だったのは、こちらを見つめる大きな瞳。その色は、今のは、いつまで寝ているのかしら？レディの絵を放置するなんて失礼にも程があるわ。これ初日に戻った、もしかして。最初の絵に戻っている？ねえ、聞いているの？あなたが次の画家様なのでしょう？これ以上待たせるのなら今すぐ消えてもらうわよ。あら？あなたのお顔。もしかしてお会いするのは2回目かしら？また来るなんて物好きもいいところね。お望み通り厳しくしてあげる。え、D1 プラス。D1 プラス。まずは画家様をおもてなししないとね。リンゴとナイフを持ってきてくれるかしら？ナイフ？探すか。まずリンゴだね。ナイフはどこだ？ここか？ティーカップ。ナイフ、あった！ナイフ。ナイフが置いてある。刃先を人に向けてはいけない。うん。ナイフひらがなだったな、今。なんだなんだ。やれやれ、また新しい画家さんだよ。ご苦労なことだ。ご主人様はもとより、あの子に気に入られたらいいのだけれど。ほら、早速ナイフを借りに来たよ。前の画家さんは果物の皮が剥けなくて悲惨だった。じろじろ見ちゃ悪いよ。私たちは巻き込まれないように撤退しよう。さて、今度は何日持つだろうね。なんだこれ、ここら辺にいる使用人的なやつの心の声。こっちも皿しかないしな。まあ戻るか。まあでもとりあえずどうする、書くしかないよね。まずはリンゴ、それからナイフをいただけるかしら。私より上手じゃなかったらすぐに首を切るからね。リンゴを剥く少女。まずリンゴっつったよな。はいはい。まあ一応赤か。あら、手の甲にリンゴを乗せられても困っちゃうわ。捨てられた。ほら、転がってしまったじゃない。あなたを転がしたらロールケーキになるかしら。わーなんじゃこりゃ。アトリエに残されていた渦巻き状の奇妙な作品は程なくして失踪した画家本人だと判明。渦巻き、こんな死に方まであんのか。まずはおもてなししないとね。リンゴとナイフを持ってきてくれるかしら。書くか。まずはリンゴ、それからナイフをいただけるかしら。どこに置けばいいんだ？手の甲に置くなってことはテーブルか。ここに、どうしよう。まあ一応赤でいいか。ふふ、いい色ね。皮を剥くナイフも持ってきていただける？まあじゃあ。あ、間違えた。なんかすげえ適当にやっちゃった。わー、目が危ない。
女の子の顔に刃先を向けて描くなんてマナーのかけらもないのね、画家様。ひとかけらも残らずみじん切りにしてあげる。ああ、わお。被害者はアトリエの中で鋭利な刃物により細かく刻まれた状態で発見された。みじん切り。くそ。とりあえず色はなんか普通でいいっぽいな。書く場所が問題だ。まずリンゴをこのテーブルの上に置きます。でも赤でいいでしょ。ふふ、いい色ね。皮を剥くナイフも持ってきていただける？でさっきこれなんかすげえ適当に適当だったわけじゃないんだけど、こうでいいんだな。よし、私皮剥きは得意なのよ。美味しいリンゴを切り分けてあげる。さっきと展開が違う。絵が変化している。じゃあ剥くから一度布をかけてくれるかしら。集中したいじゃない。なんだそりゃ。いた。お待たせしたわね。布を取ってくれるかしら。何それ、ちょっと海外しいな。頑張ってんじゃん。久しぶりだと手先が鈍ってしまうわね。リンゴが。やっぱり手先の器用な画家様にお願いするわ。私より剥くのが遅かったら、うふふ、お楽しみよ。で、こうして、あ、間違えた、色間違えた、お、色間違えた、黄色にすればよかったな。ふふふ、全然剥けてないじゃない、あ、間違えた、私の方が絶対上手ね。被害者はアトリエの中で首を切られた状態で発見された。凶器はまだ見つかっていない。首切り。くそー、間違えた。ちょっと。もうあなた最初からか、もう。ちょっと早送りで行くか。ちょっと。まずリンゴをテーブルの上。で、赤。ふふ、いい色ね。で、ナイフを、ちゃんと持たせて、で、白。で、ボロボロのリンゴで、で、画家様の方が私より剥くのが遅かったら、うふふふっつってて、で、これリンゴを手の上に置いて、で、色が黄色だ。ほい。しゃぶねー、今ちょっとミスった、危ねー。切り方がぎこちないわね。切ってないけどな。まあでも、旧大点かしら。うわ、助かった。あら、うっかり全部食べてしまったわ。画家様の描いたリンゴが美味しいから、つい。あら、もうこんな時間。寝ないと保存状態が悪くなるわ。お肌の調子がとかじゃなくて、絵の調子が。ほら、早く布をかけなさい。光は絵の大敵なんだから。あなたも2回目なら分かっているでしょう。どうしたらいいんだよ。ずっとこいつに付き合わされんのか、俺。もう寝る？あ、ランプがない。ベッドに腰を下ろした。強烈な眠気が襲ってくる。まさかこのまま繰り返すのか。寝ちった。初日は散々な結果となった。噂には聞いていたが、これほどまでとは。部屋が薄暗いため、カーテンを開けようとした瞬間、おとなしかった少女は豹変した。あ、これさっきのあれか、屋敷に行った時の話だ。次の瞬間、リンゴが飛んできた。顔面で受け止めるも、皮を剥いてよこせという。仕方なく、使用人からナイフを借りてみたが、今度は剥くのが遅いと罵られる。抗議しようとしたが、依頼主の言いつけを思い出し踏みとどまったのだ。案内された民宿用のゲストルームでベッドに腰をつき、ため息を漏らす。本当にこの屋敷で彼女の絵を描き上げることができるのだろうか。使用人づてに聞いた依頼主の言いつけを反芻する。
彼女の機嫌を損なうな。もうめんどくせえこいつすぐ殺されちゃうしよ、大変だ。